渋谷光へ、東急シアターオーブ東急シアターオーブは、東京都渋谷区、渋谷光へ内にある大型のミュージカル、専用劇場である。東急文化会館の跡地に作られた、渋谷光への11階から16階に位置し、渋谷光への中核施設として2012年7月18日に、開場した。客席は3階構成で、座席数1972席である。 ミュージカル公演を主な用途とする劇場であり、ブロードウェイからの来日公演を想定して設計された。舞台面にはオーケストラピットや大蛇、組床を備え、舞台上には照明バトンとして利用可能なバトンを60本配置、照明、ブリッジも移動可能など、公演内容に柔軟に対応できる舞台、設備機構を備えている。こけ落とし公演として、 2012年7月18日より、ウエストサイドストーリーがブロードウェイから48年ぶりに、昌平上演された。第2弾として、トニー賞受賞作であり、初来日公演となる、ミリオンダラーカルテットが上演された。他、フランスから初来日公演、ミュージカルロミオジュリエット、劇団新幹線、ウィーン版、ミュージカル、 ミュージカルエリザベート20周年記念コンサート、宝塚卒業生を中心とした、エリザベートスペシャルガラコンサート、バーン、ザ・フロア、ホセカレーラスのコンサートが発表、上演された。東急シアターオーブでは、未来を担う10代の若者に、本場ブロードウェイミュージカルの魅力を体験してもらうという趣旨で、 10代の学生と、その同伴者を無料招待するミュージカル鑑賞会が2012年以降、毎年開催されている。東急電鉄オフィスビル。2011年10月15日閲覧。渋谷光カ松村電気製作所。2018年8月7日閲覧。渋谷の新たな物語建築を見て日建設計。2018から08から07閲覧。 ホール、劇場投資説のあり方。2018年8月7日閲覧。ABC、渋谷の新劇場、東急シアターオーブのオープニングラインナップが発表。2011年10月15日閲覧。東急ミュージカルプログラム。2018年8月7日閲覧。ありがとうございます。